耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N3 非常にこれは非常に高価なものですので気をつけて運んでください大変に朝夕は電車が大変混むので疲れるほとんど準備はほとんどできた 大体今日の試験は大体できたかなり頭痛の薬を飲んだら30分ぐらいでかなり良くなった随分しばらく会わない間に陳さんは随分日本語が上手になっていた結構日曜日なので混んでいるかと思ったら 結構空いていた。だいぶ。病気はだいぶ良くなった。も,もっと。りんごよりいちごの方が好きだ。でもメロンはもっと好きだ。すっかり。桜の花はもうすっかり散ってしまった。いっぱい。 会場には子供たちがいっぱいいてとても賑やかだった。ギリギリ。走れば9時の電車にギリギリ間に合うだろう。ぴったりと。7時ぴったりに目覚まし時計をセットした。大抵。日曜日は大抵うちにいます。 同時に、二人は同時にゴールした。前もって、もし欠席する場合は前もってご連絡します。すぐに、チャイムを鳴らすとすぐにドアが開いた。もうすぐ、日本へ来てもうすぐ3年になる。突然、 子供が突然飛び出してきたので、急ブレーキをかけた。あっという間に。子供の成長は早い。あっという間にもう小学生だ。いつの間にか。いつの間にか、外は暗くなっていた。しばらく。 ただいま窓口が混んでいますのでもうしばらくお待ちください。ずっとバスよりも地下鉄で行く方がずっと早い。相変わらずあの女優は歳をとった今も相変わらず綺麗だ。次々に新しいタイプのインスタント食品が 次々に発売されている。どんどん。今日は体調も良く仕事がどんどん進んだ。ますます。朝から降っていた雨は午後になるとますます強くなった。やっと。30分も待ってやっとバスが来た。とうとう。 長い間使っていた洗濯機がとうとう壊れてしまった。ついに、若い頃の夢をついに実現することができた。もちろん、マンションを買った。もちろんローンでだ。やはり、やはり A チームが勝った。予想通りだった。 きっと、田中さんはいつも遅刻するから、今日もきっと遅れてくるだろう。ぜひ、若い時にぜひ留学したいと思っている。なるべく、なるべく辞書を見ないでこの本を読んでみてください。案外、今日は曇っているが案外暖かい。 もしかすると、体調が悪いので、もしかすると明日休むかもしれません。まさか、あの二人離婚するそうだよ。まさか、あんなに仲が良かったのに。うっかり、うっかりして砂糖と塩を間違えて入れてしまった。つい、 禁煙しようと思うのだが、食事の後などについ吸ってしまう。思わず、夜道で急に肩を叩かれ、思わず、わーっと叫んでしまった。ほっと、試験が終わってほっとした。イライラ。急いでいるのにバスがなかなか来なくてイライラした。 のんびり半年ほどとても忙しかった温泉へでも行ってのんびりしたい実は昨日言ったことは実は嘘なんです <music>